チームカジサックキャンプ声出てる。めちゃくちゃ声出てます。ありがとうございます。わあ、すごい。こう、はい、そうです。もうこれでもうついていきますんで。だいぶ弱いよ、ね、まあ消えたんですけれども。ちょっといい感じだろうな。いい感じ、これもいい。最悪やん。最悪。うわーいいですね。これとおにぎり一緒に食ってみ。いっていってみんな。最高だ、最高。はい。どう、つねさん。ありがとう。めっちゃうまい。どうも、かつさこです。どうもです。やさかです。つねです。なおです。ゆうしです。ありがとう。さあ、今日なんですけども、はい、これはもうトンボさん念願のになってきますね。はい。お願いいたします。今回の企画は、第1回チームカジサックキャンプ。声出てる。めちゃくちゃ声出てます。ありがとうございます。そうなんですよ、念願です。まあ結構ね、数年前ぐらいからトンボって実はキャンパーと言いますか、ね、ありがとうございます、まあ、キャンプの番組もテレビでやってたりもするので。そうですね、はい、自称キャンパーなのよね。自称キャンパーです。言えてないよ、キャンパーすいません。そうなんで、いつかチームカジサックでキャンプ行きたいって言ってくれててね、はい、せっかくやるんだったらなんかトンボが自分で全部考えたい。そうです、はい、今回は旅のしおりを作ってまいりました。そうなんです。はい、それがこちらです。はい、すごいね、なんか楽しそう。ちゃんと作ってるでしょ、うん、ちゃんと作ってるな、はい、1泊2日の旅になるのかな、これは。そういうことですよ。なんかやっぱしおりっていいよね、なんか、うん、テンション上がるでしょ、しおりだけで。ちょっとテンション上がります。ありがとうございます。逆にトンボ以外は、うん、まあ、中野くんがちょっとキャンプ好きやったりするのか。そうですね、はい、スネもちょっと好き。僕好きです、はい、俺安武龍二に関してはでも初めてやし、うん、何やっていいかもわからないレベルだから、うん、そうでしょ。だから今回は、うん、僕がもう完全プロデュース。プロデュース、はい、うん、僕がもう全部仕切ってやりますんで。なるほど、はい、じゃあ早速、はい、ちょっと一個ずついいですか。いいですか、うん、まず12時に集合してですね、はい、これはフジマート長瀞店さんというところで、うん、スーパーですわ。スーパー、スーパーに皆さん集合していただいて、うん、まずは買い出しです。あ、いいですね。買い出しからやっぱ始まります。それはあれ晩ご飯のみたいな。晩ご飯だったりとか、あとお昼ご飯、うんうん、朝食もろもろ。もうね、皆さん好きな食べたいものとかも買いつつ。何を作るかも決めてんの？決めてます。あ、決めてんの？はい、俺イメージ言っていい？はい、カレー。お前え、何や、え、当てるな。いや、ちょっと待ってくれよ。ちょカレーのイメージない？あ、カレーっすよ。あれよな、はい、だから僕言ってんけど、そうそう、夜はカレー作ろうと思ってたよ。あの、なんか飯盒水産じゃなくてそういうので米炊いて。そう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 。いや、飯盒は今回しません。あ、米、あの電子ジャーで炊きます。あ、電子ジャー持っていくねや。電子ジャーはレンタルできるんですよ、うん、今回はあくまで、うん、まあ初心者キャンプ、うん、それをもうイメージしてます。まあ僕自身もそんな言うてあれなんで、キャンパーキャンパーって。お前笑ってんの？なんすかこいつ。バレた。そのなんか、うん、キャンパーキャンパー言ってますけど、ちょ、キャンプ何回やったことあるんですか？2回。いい加減、いい加減にしろ。いや、常の方がよかった。常何回ぐらい行ってんの？僕もう4、5回行ってます。常使いよ。やめろ、真のキャンパー、真のキャンパーさ。やっぱ初心者に優しいキャンプを今回はしたいんです、はいはいはい、だからまあスーパーに集合して、はい、こちら駐車場は撮影許可いただいておりますので、駐車場からまあ真のオープニングです。撮ったことないよ。オープニング、オープニングそこで撮ってですね、はいはい、スーパーでみんなで楽しく買い物して、うん、でもうそっからスーパーからすぐ近くのところ、うん、13時ぐらいにキャンプ場を到着しようかなというイメージでございます。こちらキャンプ場はフォレストサンズ長瀞というところで、こちらも撮影許可いただいておりますので、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらプライベートで、それこそ中野くんと一回お世話になったところで、はい、あ、なるほど、ね、はいはい、キャンプ場着いたらまず早速ベースとなる基地を作りたいんで設営ですよ、うん、設営ね。これはもうテントを追っ立てます。あ、いいですね、はい、やってみたい、やってみたい、やってみたいでしょ、うん、で、昼食です。うん、ちょ、もうテンパりそうじゃん。ちょっと気合が入っちゃって。昼食ね、うん、これは昼食作りはみんなで力を合わせて楽しくやりましょうということでございます、はいはい、で、昼ご飯終わったらですよ、うん、まずはやっぱ焚き火。
この体験をしていただきたい。なるほどね。まあ明るいですけれども、うん、火起こしとかやったことないでしょ。ない、うん、だから焚き火の方をちょっと楽しんでね、やってみたい、うん、そうそう、でまあここはもう自由時間ですよ、うん、大自然の中ゆったり過ごしたり、うん、こうね城内散策すると川とかもありますんで、いいね、そう、そういうのをして皆さんで楽しもうということでございます、うん、そしたら続いてはもうお待ちかね夕食タイムですよ。夕食タイム、これはみんなで、うん、なんとカレーを作ります。ちょっと言ったよ。何今編集した。じゃあやめてよ。勝手になんとつってカレー。さっきのもう使うよ当たり前。それで言ったら翔さん気になるの昼食はじゃあ何なんだろう。あ確かに昼食は、うん、ちょっと僕がやりたいのあります。これもさすがにそうそうやぼやな。やぼやぼやぼ。やめとく。でまあカレーを楽しんだら、はい、就寝なんですけれども、うん、今回ですね、うん、コテージがあるキャンプ場なんですよ。はい、でせっかくやっぱキャンプ場来たし、うん、テントも立てたんで、はい、テントに一人は泊まってもらおうかなと思ってます。ああなるほど、そうそうテント泊、そうね、うん、多分泊まりたいっていう人もいっぱいいそうやし、うん、そうでしょ、これじゃあ、じゃあ現場で決めましょう。現場で決めましょう、はいはいはい、オッケー、これで1日目は終了でございます。はい、はい、そして2日目朝食を早速楽しみたいんですけれども、うん、僕が、うん、もう朝食担当で作らせて、隠してるやん。そう、朝食はトンボ特製のホニャラララです。朝飯のキャンプといえばあれのイメージない？そうですね、ホットサンド、うん、お前さ、嘘でしょ、ホットサンドだよ。当てるなよ。ごめん、ほんまにごめん、お前2連じゃん。当てるな、丸にしてるのが恥ずかしいやないか。当てるんじゃねえ。でもお前食べたい。食べたいでしょ、うん、食べたい。なんかコーヒー飲みながらホットサンドをこう空のもと食べるのか。あーいいですね、ああいうのやってみたかったんで、それやってくれんの。それをやりますよ、うん、はい、で朝食食べたらコーヒーブレイク。コーヒーもねこういうガラ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 って作るのありますから、そういうの持ってんすよ、はい、うん、それで僕がコーヒーを入れて皆さんに振る舞いますよ、はい、ありがとうございます、はい、でコーヒー楽しんだらもう撤収ですよ。これ大事やからね。大事、お片付け大事。これはもう素早く、はい、そして来た時よりも綺麗にという。確かに、うん、お疲れ様でしたという流れでございます。素晴らしいです、ね、はい、でなんか最後あるやん、はい、うん、これは持ち物なんですけれども、動きやすく汚れてもいい服装、はい、ね、一泊するのに必要な準備、はい、うん、そして最後が一番大事、うん、楽しむ気持ち。素敵、これを持ってきてくださいということでございます、はいはい、うん、というかでもねちょっと一個気になることがあって、うん、本当にみんな楽しみにしてる。俺ほんまに楽しいです。これもうリアルな話していいですか。うん、いいですよ。LINE、うん、グループがあるんですよ、チーム開催ってね。で、LINE グループで、明日はみんな楽しもうぜっつって見たでしょ、うんうんうん、見たよ、ね、見た誰一人返信してくれてない。どういうことだろう、あれ。こんなことあんのと思って。いや、それで言うと、LINE の仕方が下手やね、うん、なんか。え、うん、どういうこと、うん、で明日の時間とかを、こうこうこうでやり取りしてたんですよ。そうそう、やり取りしてた。で最終的に僕が、あいよーって入れて、はいはい、それでみんな終わったの、うん、終わった。その後のなんか3分後ぐらいに、うん、楽しもうねーって来たよ。そう。うざい。すごい。いい加減せよ。いい加減にせ。いや、わかるよ。俺もちょっと似てる。そうでしょ。ああいう時は、はい、ぶっちゃけリュウジ、はい、お前が一番ね、以上年齢したいねんから、はい、よろしくですとかそうそうそう、あったら、はい、それぞれも賛同したかもしれない。楽しみましょうね、トンボさんとかでいいやん。が欲しかったです。お前、いい加減にしろ。それ打っときゃいいんですねって。仲良しでやらせてもらってますけど、いやちょっともう楽しみやね。楽しみですよ、うん、はい、すぐ行きたいんですけども、はい、実は明日行くんですけど予報がかなり微妙なのよ。微妙なんですよこれ、うん、ちょっと雨降るかもしれんみたいな、うん、あとやっぱ山の天気って変わりやすいんでね。確かに、そこもちょっと不安ではあるんですけれども、まあ、でも全体的に、うん、楽しんでいこうぜ。そうそう、楽しむ気持ちが大事だから。どうなったって、うん、はい、やっていきましょうよ。やろうよ。それでは行きましょう。はい、せーの、オナシャス。すごいね。もうほんまカンカン出るやん、これ上ちょっとやつだけ。やばいよね。いい感ですわ。持ってるね。はい、うん、思いが届いた空に。ヒッヒッヒッですね。はい、あとなんか変な T シャツ着てるやん。これが一応丘キャンパー T シャツなんですよ、これは、うん、やっぱ僕は言っても、うん、まあ初心者キャンパーなんで、はいはい、僕が堂々と仕切ってやるのは申し訳ないなっていう気持ちがあるんで、はい、
岡キャンパーだっていう思いをちゃんと持ってるぞっていうところは、うん、意識した上でということで、うん、この T シャツ今日のために買いました。なんか長いな。長いかよ。長いんかい。カットでいきましょう。カットかい。はい、ほんで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 どうすかこいつ。晴れましたからの、はい、実はもうここだけなんです。する、はい、お願いします。みんな気づいてるよね、はい、ぶっちゃけやすたけ、うん、あんま乗ってない。キャンプを今までやったことないな、うん、そうそうそう。やすたけはこれだから都会育ちやから。そうそうそう。エンディング楽しみですわ。これ楽しみやな、はい、実はチーム開催作の一個のテーマとして、はい、やすたけが本当に楽しめるのかっていうのぶっちゃけあるもんな。そうっすね。ある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 、はい、そうそうそう。お前バラエティすなよ。エンディングでバラすんなよ。それはしない。そこは本音で。それは本音でやります、うん、あとキジマも入っておいでや。キジマくん、キジマも来てるからこれ。はい、どこにもキジマです、いや嬉しい。マジでみんなでこれ、はい、これてなんで今からはまず昼食だったりとか、まあ、いるものの買い物、買い物です、はい。まあ、ちょっと中は撮影しないんですけども、はい、ちょっともう早速行きましょうか。はい、はい、お願いします、はい。さあ今買い出し終了しました。あー大量じゃい。めっちゃ買ったよ。めっちゃ買ったよ、ね、本当に、うん、というわけで、はい、これ近いんですよね。ここもうめっちゃ近いっすね。向かいますか。もうじゃあもう早速行きましょうよ、はい、キャンプ場に。行きましょう、はい、じゃあ向かいましょう。はい、はい、キャンプ場に到着しました。やったー。今ちょっとね周りにもお客さんいるから、はい、ちょっと小声にはなりましたけど、はい、トンボさん、はい、こっちええとこや。ええでしょ、うん、これちょっとさこっち来てください、はい、これローテーションすげえ。これちょっと最高でしょ。ここ転がったらウケそうやな。まあウケはするでしょうけど途中で心配になるでしょう、ね、せやな、うん、いやめちゃくちゃいい感じのとこよ、はい、ここがフォレストサンズ長トロ。はい、はい、これは最高のキャンプ場。ここに今からそうですキャンプを設営するっていうテントね。うるせえな。テントテントね。テントをここで張る、はい、楽にあるのよ、うん、もうそう。トンボが全部準備してくれて。私物です。もう完全私物。完璧。なんか楽しそうやな。楽しそうですよ、はい、なので、はいはいはい、今からテントを早速立てたいんですけれども、うん、僕そして中野くん、うん、で常はまあちょっと経験者なんで、はい、テントの最初の準備とかはもう僕ら3人でやりたいなと思って、うん、あそうなの、はい、でまあ素人の言い方悪い。素人ってな。他の皆さんは椅子を組み立ててもらおうかなと思って、うんうん、ああなるほど。結構ね人数たくさんいるんでたくさん持ってきたんで、うん、それを全部組み立ててもらって OK。 もう、はい、あの説明書とか見なくてももう直感的に分かると思うんで。本当に分かります分かります。簡単なんで。分かりました、はいはい、なのでその感じでもう早速設営していきたいと思います。じゃあここは皆さんに早送りで見てもらおうかな。はい、じゃあガチでやっていきましょう。はい、はい。これはペグにつけるライトなんですけど足元ね危ないからそれが分かりやすくなるようにっていう一番テントで一番大事な仕事を任されましたわ。難しいけど頑張ってきます。あ、一番簡単なやつです。やめろやめろ。完成しました。やったー。
すごい、うん、これはすごいわ。やりました。どうですか。めちゃくちゃええ感じやし、うん、さすがやわ。本当ですか。ちょっと舐めてたな。うん、嬉しい。中もやばないこれ。かっこいいでしょ。かっこいい。ほらかっこいいでしょ。シャレてるわ。うん、これいいでしょ。ここで寝るのね、すごいよ、マジで。しかもこれまあ人数もおったからか、うん、40分ぐらい。そうですね、うん、トータルで出てきて、はい、これはいい。でも俺らもな、そうそう、椅子頑張ったよ、頑張りましたよあとこのミッキーみたいなのもつけたよつけたつけた、こんな、ね、これね、うん、そうそう、これね、トンボ言ってたよね、やったっけ。そう、夜になるとこのロープが見えなくなっちゃうんで、危ないから、暗くなったらこれを照らして引っかからないよね、足が。おしゃれじゃないこれ、ランタン、ね、ランタン、これも暗くなったらつけましょうね。ええー、な、はい、うん、ええー、でやったとか言うてたら、はい、しおりにもあると思うんだけど、そうなんですよ、お腹すかない、うん、まだ昼ご飯食べてない、はい、ありがとうございます。お願いしますよ、皆さんお待ちかねのお昼ご飯です。よし、準備しましょう。はい、はい、さあ今ですね、はい、いろいろとトンボがバババって準備してくれて、はい、これ、うん、料理用の焚き火台、はい、焚き火台、はい、そして、テーブルですね、はいはいはい、テーブルには、まな板と、うん、あとコンロも、用意しておりますが、言っちゃったらもう、あ、何かいいですか、はい、今日のお昼はステーキ、そして焼きおにぎりです。確かに俺見えとってん、スーパーのあの袋から美味しそうなお肉はな。そうでしょ、うん、こっちで今から薪で火つけて焼きおにぎり、はい、こっちでステーキ焼くみたいな、そういうことでございます、うん、なので早速なんですけれども、はい、もう焚き火の方を準備したいんですけれども、うん、カジサックにもちょっと体験してもらおうかな、はいはい、せっかくだからね、はい、何何、これナイフ、これナイフ、ね、かっこいい、かっこいい、これもう私物ですからね、かっこいいよ、はい、ですね、こういう薪なんですけれども、薪はこちらでくれた、そう、うん、この木あるでしょ、薪、はい、これを、はい、これで、うん、気をつけてね、ちょっとあのハンマーあるか、すごい、でもそう使うのね、ちゃんと、そう使う、こうやってね、ほんとや、すごい、すごい、こう、まあちょっとこれ失敗したんですけれども失敗したんかいこれ得意よ、多分、ちょっとじゃあやってみて、器用だからね、やり方さえ分かれば、手袋いらないですか、手袋いらない、うん、いいよ、いい、うまい、うまい、ほらほら、ええ感じやんな、うまい、うまい、うまい、で、カジサック、はい、で、こういうちっちゃいのができたら、うん、まあちょっとこういう風にして、はい、ええ、こういう感じで、すごっ、こうやってやっていくんですよ。これなんでやんの。これはフェザースティックっつって、うん、こういうのを作ると、うん、もうめちゃくちゃもう燃えやすいんで、でここにこの朝の北地をこうやって巻きつけて、はい、もう火つけたらもうすぐにできる。すごいね、これですよ。これフェザースティックは何個ぐらいいんの。多分すぐつくんで、もう今日天気もいいんで、うん、2、3あったらもう大丈夫そう。はい、大丈夫なんで。すごくない。すごいすごい、はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。やっていきましょう、はい、さあ今ね、はい、これ薪ここ置いて、うん、僕下手ですけどちょっとしたフェザースティックとすごいできたから、はい、でここにこれつけたらいい。はい、もうじゃあ持って、初めて、はい、お願いします。いきます。うわすごい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 、こう、はい、そうですそうです。もうこれでもうついていきますんで。そんなすげえ、ちっちゃいこの火でつく。つきますつきます。もうほんとつくんだ。つきますつきます。だいぶ弱いよ、ね、まあ消えたんですけれどもちょっと消えてるよね。消えたんです、うん、そういう場合はですね、うん、このファイヤーライターズっていうのがある。何それ、うん、かっこいい。すごいすごい。結局ファイヤーライターズじゃないか。これでちょっとずつつけていくんで、もうこれあっという間につきますんで、はいはいはい、そんなに。はい、あっという間につきます。なんか時間かかるイメージあるよ、うん、ある。これで燃やさんでいいの。あ、大丈夫です大丈夫です。もうファイヤーライターズでつかないね。つかない。うん。あ、ちょっとついたついたついた。いや、これでもね、中のファイヤーライターズがめちゃくちゃ仕事してる。ファイヤーライターズはかなり仕事してくれるんで。あ、こうやってね、火がつきやすくなるんだ、うん、そう、むっちゃくちゃ下手なんだけど、フェザース。もっともっと羽みたいにこう細かくやればやるほどいいんですけれども。でもええ感じやで。うん、いい感じ、そうそう、いい感じ。いいですね、はい、すごいすごい。こっちで焼きおにぎり焼いて、はい、これ見て、ステーキ。はい、うーわ。こっちは普通にいい肉、ガスで、はい、ガスで。で、これあの包丁ついてますんで、中にこうか、うわ、ほら、うわすごい。やっぱ ね、 っいいね、ステーキといえばカジサックなんで。確かに、ステーキはカジサックにちょっと調理してもらおうかな。任してや任してや、
さあ今ですね、はい、大体準備が整いまして、うん、こっち焼きおにぎりチーム、はい、で俺はそれに合わせてステーキ焼こうかなと、はい、なんかもう楽しいわ。楽しいでしょ、うん、必要ないのこれ。まあまあこれもご愛嬌で、もう失敗したってそれがキャンプそうなの。そういうことよ。なんかトング忘れたらしい。はい、トングも忘れたトングもって言ったら、うん、調味料忘れたことバレますよそう、全部忘れちゃって。そう、はい、全部忘れたんよ。ここで借りました、うん、もろもろ。じゃあ焼いてって。よし、行こうぜ。これさ、もう結構すぐだと思うから、はい、パリッとしたらもうすぐみたいな。わかりました。で、ごま油垂らしたらさ、絶対おいしいじゃんか。はい、はい、置いていきますね。あー、もう行く。あ、行った。行きます。ここ、ごま油垂らした、はい、うわぁ、もう最高だね。うわ、そう、やばい、やばいって、黒なるで。うわ、はいはいはい、早くやらない。そうそう、火強すぎん。大丈夫、やっぱり大丈夫、大丈夫。もう結構いいな、結構いいじゃん。はい、あ、こっちも行くわ。はい、もう油ばーっこれトンボが準備してくれたやつ。はい、すごい。ちょっと刺身焼けちゃいますね。もう、うん、あちゃっ、やっさりうまいこと取ってや。はい、うん、俺も行くで。まずこっち、はい、はい、はい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 、銃撃ててるもん。ほんでさ、はいはいはい、上からさ、こう塩コショウが、これはね、なかなか食ってはね、お手のもんですか、ね、お手のもんや。うわ、見てこれ、うまそう、うまそう。いいですね。ちょっと、ちょっと騒がしいな。一旦さ、これちゃんと美味しいかどうかちょっと食べ、一回食べてみよう。いい感じだ、いい感じだろうな。いい感じ、いい感じ。これもいい。ああ、最悪やん。最悪。失敗してもそれがキャンプ。いいか。わ、うん、こっちもね、早そうですね。ちょっとカリッとすればいいんだ。いい感じだろ、うん、で、みんなが食べやすいように切ろうかな。はいはいはい。パパステーキにしよう。いいっすね。これもこれ、これもいいんじゃないか、これ、はい、行くぜ。はい、うわぁ、こいつのお願いします、真ん中の。はいはい、うわ、うまそう、ステーキ。うわい、これからの、これそう、はい、はい、いいでしょ、楽しそう、なんかめっちゃいい。昼はさ、これぐらい簡単にさ、パパッと済ましてさ、はいはいはい、なるほどね。これ一回火止めてやな、はい、これうまそうだな。うるうまそうだよな。うえい、うん、いいよ。これをみんな食べやすいサイズにさ、どうだどうだ、切っていこうよ。いいんだよ、いいんだよ。わー、うん、ステーキもうまそう、うん、みんなが食べやすいサイズにさ、はいはいはい、もうこれだ、とりあえずできたんじゃないか。そうですね、はい、あ、おにぎりできました。めっちゃできたもん。できました。おおいうまそうやろ、はい、めっちゃうまそう。黒いですね。うまそうやわよ、安武。そうそうっすね、うん、うまそうっすね。食べてみたら。ちょっといいっすか、もういいっすか、うん、はい、常に食べてみて。はい、うん、ちょっと自分でさっき落としたやつ。落としたやつ大丈夫か。はい、あの全然大丈夫です。それはもうちゃんと焼いたんで。キャンプってやっぱそんなもんだ、ね、そんなもん、はい、あと色じゃないから飯。そうそう、はい、確かに、ね、いただきます。結局色じゃないから。マジで教えて。ほんとに、めっちゃうまい。ほら、ほらね、めっちゃうまい。そうなんだ。そうなのよ、やつたけ。いいっすね、はい、ごま油がめちゃくちゃいい香りだ。それちょっとじゃあリュウジと中野にも食べてもらう。いっていって、はい、じゃあ食べて、いただきます。本音いって、本音、はい、本音で。うん、うまっ。ほら、ほんと、めっちゃ香ばしい。うまいだろ、はい、やったー。ナイスナイス。これがキャンプですね。これがキャンプよ、これが、うん、とか言ってる間にもうステーキもこう、うわ、最高最高最高。焼き加減最高っすね。任しといてくれや、うまっ。ステーキはいいじゃん、さすがやわ、うん、でですよ、はい、ここに、はいはい、うん、結局焼肉のタレだからね。そうそうそう、うわー、うわー、いいですね。これとおにぎり一緒に食ってみ。いっていって、みんな最高だ、最高、最高。食って食って、食いな食いな、あれ食いな、あれ絶対うまいわ。いただきます。うん、いっていって。じゃあこの油、あ、はい、あどう、つねさん、ありがとう。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。いいね。ちょ、リュウジと、リュウジも食べ、うん、はい、食べ食べ。中野君も、僕もじゃあこのサチの油の、うん、いただきます、いただきます。あ、どう、うん、わうわなあ、うわ、ちょっと木島君も、確かに、うん、食べ食べ、すいません、ありがとうございます、いただきます。あ、いっていって、いっちゃったからの、お前おにぎりいかんかい。俺おにぎりいかんかい。焼きおにぎりいかんかい。おにぎり、うざくそう、うざ、焼きおにぎりしてる、ちゃんと、はい、ちょっとこの黒いところがさ、やったっけ、不安じゃん。はいはいはい。これをちょっと実際どうなんてとこをね、うん、
もうめちゃくちゃうまいわ。ほんと、ほんとに。ちょっと野菜片手、うん、ちょっと、カメラ。はい。熱っ。これね、黒、はい、結構黒い。結構黒いんでいきますわ。はい。うん。はい。おいしい。おいしいだろ、うん、ちゃんと焼きおにぎりになってる。なってるよな。はい、うん、本当なってんだ。すごいすごい。うん、肉と一緒に食ったら絶対うまい。うわ、肉やば。肉やばいな。肉やばいっすよね。おいしいです。ナイスナイス。ありがとうございます。いますね、激うま。中の油食ったか。油いただきました。めちゃくちゃうまかったです。ええ感じやった。ジューシーで。今日早くカイサックに食べてほしいね。これだけ仕上げるから、うん、これ気をつけます。あ、最高だ。これこれでビール飲んだらもう最高っすね。最高っすね。焼き加減大丈夫やった？完璧完璧、完璧。油だけちょっとね多めに焼いて、中野またあるから油が。ありがとうございます。若干安武ももうさ、はい、楽しんでるよね。いや楽しいですよなあ。はい、嬉しいわ。楽しい。てか俺マジでトンボの、はい、テキパキさんにちょっとびっくりしてる。わあ嬉しい。わかる、わかる。かっこいい。かっこいいよね、うん、嬉しい。はい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 、 ラストの肉、はい、オッケー。ちょっとカイサック、もう早くおにぎりと食べさせてもらおうかな、はい。一見ね、見た目はあれやけど、はい、うん、こっち食べようか。じゃあ、うん、黒いね、本当に、うん、いただきます。うまいのよ。うまい、うまいよね。なんか直火でやったから黒いやん、うん、そのさ、地鶏とかも直火焼きの鶏とかあるやん、うん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 、あれってやっぱり、なんていうの、香りというか、うんうん、楽しみがあったんですよ、うんうん、これまさにそう、うん、いわゆるさ、お醤油塗ってあった茶色の焼きおにぎりとはちょっと違うね。うん、うまいな。うまい、うまい。これでしょ、ほんで、うん、やばうまやっためっちゃうまい。めっちゃうまい。最高だよ。食べよう食べよう食べよう。もう一回さ、やつだけもカメラ止めて、はい、みんなで食べよう。食べていこう。ありがとうございます。さあ、はい、まずはごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう最高。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。最高。ほでですよ、はい、トンボさんがしおり作ってくれて、はい、この時間、確か焚き火をやる。そう、ここは昼焚き火。昼焚き火、うん、単純に火を見て、もうまったり、うん、楽しもうじゃないかと、はい、さっきも安武がついにポロッと出たで、口から、はい、酒飲みて飲みたいですね。本当にバカ。わかるわかる。つけていく。もうつけましょう、はい、もうこれでやっちゃおうかで、リュウジさ、さっきのさ、はい、食事用に使ったさ、炭がまださ、はい、残ってるからさ、それもちょっと持ってきちゃってよ、これで。わかりました。これはさっきと違って焚き火用のやつなんだね。もう完全に焚き火、うん、もうこれはなんかめっちゃ使ってる感じがするわ、うん、はい、もうこれで。なんだろうね、そのさ、うん、やっぱご飯とかって環境ってめっちゃ大事だなって思う。いやー、そうっすね。まあ、あれを家でしても美味しいんだろうけど、はい、多分2倍以上美味しくなってる。いやもう本当にこの雰囲気とか、うん、シチュエーション込みですよね。もうシチュエーションとやっぱりメンバー仲間と、うん、そうそう、こういうので。何それ。これでこうさっきのこのやつを。おーおー、間違って吸うなよやめてくださいよマジシャレならんやろ。シャレにならんよ、もう絶対に吸わないように、絶対に吸わないように、はい、でもむちゃくちゃ天然の人やってますから確かにやってまいそう。スネとか怖いわ。スネもだー。さすがに、さすがに。スネも横で爆笑してそう。これもうお酒飲みたいですね。確かに、うん、飲みたいね。飲んだ、飲みたい人飲んだら。俺飲んじゃおうかな。飲んじゃいましょうよ。飲みますね。リュウジも飲むか。はい、飲ませていただきます。安武も飲みたいやろ。はい。じゃあここはトンボさんからもらいましょうか。はい、はい、今日はですね、この最高のメンバーでキャンプができて本当に幸せです、はい、まだまだ長いんでね、はい、最後まで楽しみましょう。乾杯、はい、乾杯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 。いいね。あ、うまっ。
美味しい。いいですね。いや最高ですわ。こうやっとさ、はい、今もう決めへん。夜、あ、今日ここ一人しか泊まれない。そうですね。決めましょうか。今のタイミングで。ぶっちゃけさ、うん、泊まりたない。泊まりたい。泊まりたい。はい。はいはいはい。おいい。あ、トンボ？いや、僕はやっぱ今回はもう皆さんに楽しんでもらいたい。うん。そしてプラスね、うん、僕まだテント泊したことないって言ったと思うんですけれども、はい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 、やっぱ初めてはリオちゃんと2人がいいよ。なんだよ。だから今日はお譲りします。なるほど、はい、じゃあ俺も嫁作とかや。やめときましょう。つね、いや泊まりたい。つねらしいわ、つねらしい、そこはもうね、はい、ハッピーに行きたい、はい、ってことは俺トンボなしで、はい、安坂も泊まりたい、はい、みんなって、あれ木島って開けてなかったで。あ、そうですね、特に、はい、コテージがいいです。リアルおったの、リアルできてええわ。じゃんけんで決める。はい、じゃあ、僕回しましょうか。あ、そういく、うん、ガチじゃんけん。ガチじゃんけんよ、もうこれは。さあ、はい、行きますか、ガチよ。ガチよ。最初はグーでいきましょう。はい、テントで眠るのは誰だ。最初はグー、じゃんけんぽい。アイコですね、はい、最初はグー、ジャケポイ。おーい、楽しませるね。最初はグー、ジャケポイ。おーい、すごいね。最初はグー、ジャケポイ。おー、マジ？すごいよ、決まらない。最初はグー、ジャケポイ。やったー、すごい、すげえ、やったー、常だ、一人勝ちや、嬉しい、すごー。というわけで、はい、テントで眠るのは常でーす。やったー、おめでとう。でも確かになんか一番泊まりたそうやったもん。うんうん、いいわいいわ。行きたかったんです、うん、本当に。この後カレーも楽しみやな、作るのは楽しみでしょ、うんうん、うん。そんな感じでいきましょうか。はい、おーなげー。いやいや、そんなのも、はい、ナイス、はい、この感じがいい。この感じがいいよね。時間だよ。めちゃくちゃええ感じやな。いい感じでしょ。雰囲気が。夜の焚き火はもう最高でしょうが。キャー、高い。気持ちいい。最高でございます。いきますよ。はい、じゃーん。うまそう。感じながら飲んでください。苦っ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。